この上にあるのが日田彦山線と九大本線の夜明け駅、そしてここは夜明け駅のバス停です。信号機はフラッペいや LED 式です。これが夜明け駅の駅前です。駅前には丸型郵便ポスト、駅へは階段を上ります。軽トラが止まっていますが、当然ながら階段を上ったのではなく、この先の道を通ってきたのです。これが夜明け駅の駅舎です。味わいのある駅舎ですが、2010年に建てられた比較的新しいものです。こちらには駅ノートがあります。オリジナルのスタンプもあります。花瓶には花が生けてあります。こちらには漫画本が置いてあります。ホームは2面3線です。夜明けのシンボルマークとキャッチフレーズです。夜明けの鐘は駅舎の外久留米方にあります。2、3番線 A は跨線橋を登ります。ここで日田彦山線が分岐しています。
こちらが2、3番線ホーム、右側3番線が日田彦山線、左側2番線が九大本線です。左側を通ると駅の外へ出ることができます。この辺りから九大本線と日田彦山線が分かれていきます。3番線ホームの方が長くなっています。信号機が赤色を現示しています。こちらから駅の外へ出てみます。
こちら側の信号機も赤色を現示しています。ここは男はつらいよのロケ地となったようです。駅の外には夜明けの鐘が設置されています。廃校となった夜明け小学校で1950年代まで使われていた鐘です。これは平成24年7月に発生した九州北部豪雨によって川が氾濫し出てきた石を加工したものです。桜の花びらをかたどり夜明けご当地三部曲の音符が彫られています。この鐘を鳴らすとどんな音色がするのか、実際に現地に行って鳴らしてみてください。